7月16日は、グレゴリオ歴で年始から197日目にあたり、年末まで、あと168日ある。レコンキスタの転換点となった、ナバスデトロサの戦いアメリカ独立戦争、ストーニーポイントの戦いオペラ、高級からの誘拐初演。画像は、台本アメリカ合衆国の首都、ワシントン DC の設置決定。左画像は、都市計画図、右は、 現在のシガイラン立憲革命で、ガージャール調最後のシャーアフマドシャーが即位ロシア革命、7月事件。画像は17日のペトログラード・オクラホマシティに、世界初のパーキングメーター設置。画像は1940年のモノハタ春六陸賞、辞職、日独遺三国同盟締結に抵抗していた、与内内閣は、総辞職世界初の原子爆弾の実験、トリニティ実験。 翌月には、広島と長崎に投下されることになる、名神高速道路開通画像は、立東インターチェンジイタリアとフランスをつなぐ、モンブラントンネルの開通式。画像は、フランス側の出入り口人類初の有人ガ宇宙船、アポロ十一号を打ち上げ、イラク大統領、アフマドハサン・アルバクル辞任サッターム・ムフセインが就任襲名カーラビ第9、水星の破片が、木星に衝突。 画像左上に衝突跡が見える三内丸山遺跡の大規模発掘調査で直径約1メートルもの栗の木柱が発見されたことを朝日新聞が報道ルネサンスの画家アンドレアデルサルト誕生。左画像は自画像、右はアルピエの聖母ロココの画家ジョシュア・レノルズ誕生。左画像は自画像、右はイテタチ探検家ロアールアムンセン誕生。 人類初の南極点到達を達成一層査顕微鏡を発明した物理学者フリッツ・ゼルニケ大リーガージョージャクソン初代国際連合事務総長トリグブリー第91代日本国内閣総理大臣福田康夫第91代天皇ゴウダ天皇没ハンガリーオカーロン一世没二条吉本没レンガの大制者作家ハインリヒベル没 板垣大介没。免疫系研究の先駆者、微生物学者、イリア・メチニコフドイツの軍人アルベルト・ケッセル・リンク、ボード・ビリアン、トニー国式者、ヘルベルト・フォンカラヤンりょ電磁気学に大きく寄与した、理論物理学者、ジュリアン・シューインガー・ジョン・ F ・ケネディの長男、ジョン・フィッツ・ジェラルド・ケネディ・ジュニアと、妻・キャロリン・ベセット・ケネディ事故死。ありがとうございます。